皆さんこんにちは、吉松いくみです。今回も始まりましたよ、いくみずボイスの時間です。いくみずボイスは文字通り様々なトピックをラジオ風に語るチャンネルです。ぜひ皆さん何かをしながらいくみずボイスを皆さんのお供にしていただけたら幸いです。さて今回は前回のいくみずボイスの引き続きで、テーマはアメリカあるあるパート2でございます。前回はね、4つ、激甘スイーツ、アメリカンジョークのオチ、政治家のツイッター、ハイパーテンションの挨拶、この4つを紹介しましたが、今回は後半の4つを紹介していきます。さて最初の1つ目は、あらゆる単位が違いすぎて感覚が全然つかめない件。これもね、もうアメリカに住んで私6年ぐらい経つんですけど、はいやー未だにさっぱりわかりません。身長もセンチメートルではなくてフィートでしょ、体重もパウンドとか、あと料理のレシピの重さとか調味料とかもミリグラムとかではなくてオンスとか、道もねキロメートルではなくてマイルでしょ、気温もあの C の度じゃなくて F なんですよ。なのでね、私アメリカに来てずっとオーブンの温度が400度って書いてあるから、400ね、アメリカのオーブンってめっちゃ高温まで行くやん、さすがみたいなずっと思って、毎回毎回ケーキが焼けないっていう大失敗をしていました。あと天気予報もね、明日寒いのか暑いのか全くわからないんですよ。なのでもう漠然と100行ったら暑い、60度やったらまあ寒いのかなくらいしか未だに覚えてないです。これね、アメリカに住んでる日本人のみんなってちゃんとアジャストしてるのかな、ね、感覚つかめてるんでしょうか。もし聞いてる方いらっしゃったら教えてください。どうなんだろうね、絶対世界基準に合わせた方がいいですよね。さあ次、ありえない被害に遭いすぎて人を疑い始める件。これは深刻な問題ですよあの私の友達を含め、もうっていう、あの大なり小なりもういろいろありすぎて、この国はね、人を信用しては自分がバカを見るなって何度も思い知らされます。これはね、本当悲しいことなんですが、現実問題、アメリカに住むって、まあ、もしかしたらね、私が住んでるのがロサンゼルスなので、ちょっとアメリカって言っても特殊な場所かもしれないですけど、もうね、ガードをね、固くしておかないと、とんでもない目にあったりするんですよ。やっぱ日本から来てるんで安全だし、日本人ってすっごい優しいし、言ったこと何でもしてくれるし、もう日本が素晴らしい国すぎて、私たち日本人ってちょっとね、そういう危険を察する感度っていうのが甘いんですよね。まあ義理人情とかもないし、まあ移民の国だからしょうがないのかな、なんかこう恩とかそういう感覚がないのかな、なんか自分だけが良かったらいいみたいな空気感っていうのはかなりアメリカでは感じます。なんでしょう、まあ、アメリカっていろんな人種がね、外から入ってきてこう争いながらアメリカを作ってきた国だからか、まあ、そういう DNA があるのかなとかも思いますけど、私もねアメリカに住むようになってだいぶ考え方がたくましくなりましたそういった意味では感謝してます。はい、じゃあ次3つ目、女子アナのメイクとファッションが攻め攻めすぎてニュースより顔を見ちゃう件。突然ですが皆さん、スキャンダルっていう映画絶対見てほしいです。日本では2月21日公開予定らしいんですが、この映画ね、アメリカの代表的なニュース番組の一つ、フォックステレビの、まあ、フォックスニュースのセクハラ大スキャンダルの話なんですけど、あの映画の登場人物の実際の方、あのメーガンっていうめちゃめちゃ綺麗で、なんかこう近寄りがたい、もうメイクもバッチリ、ミニスカバリバリみたいな、もう胸を開いた服もメイクもいつでもなんかミスコンのファイナルステージ登れそうな感じの方がいらっしゃるんですけど、結構その方だけじゃなくてアメリカのあのキャスターってみんな結構そういうイメージなんですね。なので日本の女子アナさんと全然イメージが違いすぎるんで、ついついこうニュースよりもうわーって
そのキャスター見入っちゃうんですよね。アメリカのニュースキャスターを見ると、もうアメリカと日本の社会が女性に対するイメージ、求めるイメージっていうのが一発でわかります。もう全然違います。なので次アメリカに来る際にはニュースキャスターのメイク、存在感にも注目していただけたらと思います。はい、じゃあ最後、テテペロ的なウィンクを男子が飛ばしてくる件。これもね、日本人男子とアメリカ人の男子の決定的な違いというか文化なんでしょうね。なんかね、こう冗談言った後とかウィンクをねピキーンってやってくるんですよ。最初はえ何今のえみたいな、なんかドキッてしますよ、やっぱされると。これね、若い男の子だけとかじゃなくて、おじいちゃんとかもうみんなするんですよね。なんかえみたいな感じの時にウインクドキューンみたいな。いや、それは反則ですよね。これね、英語とかあんまりよくわからなくてアメリカに来て、目の前の男子がウインク飛ばしてきたら絶対日本の女の子はドキッてする子多いと思うんですよ。そんなね、テテペロウィンクが飛び交うアメリカあるあるです。さあ、私の思うアメリカあるある8つ終わりましたけど、どうでしたでしょうか。もしね、わかるっていう方いたらぜひコメント欄で教えてほしいです。他にもね、皆さんのアメリカあるある、そしてアメリカのイメージでもいいので、何か思いつくものがあったらコメント欄で教えてくださいね。さあ、それでは短いお時間でしたが、今日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をして、ぜひ皆さんイクミンの一員になってください。そしてテーマも随時募集しております。それでは皆さん、今日も笑顔あふれる一日をお過ごしください。 See you soon. Have a nice day. Bye bye.